今日は実験をします。香るビーズを作ろう。100円1で売っています。中見てみましょうね。中に何入っているのかな。説明書きとビーズ、これ匂いはこれでつけるだけですね。これがビーズです。あとお水を用意するということで、 200cc 軽量カップでと書いてありますが、軽量カップうちにありません。これぐらいかな。じゃあここに入れてみます。本当になんかちっちゃなビーズみたいな感じですね。全部出ませんよ、くっついて。すごいちっちゃいので落としそうですね。よで入れてみます。 200cc ってこれぐらいじゃないのかなと思うのですけれど、さてどれぐらいで膨れてくるのでしょうか。説明書き読んでみましょうかね。どれぐらいなんでしょう。だいたい100倍から200倍に膨れるそうですけれど、そうじゃないのかな。はい、少し膨れてきました。こんな感じです。なんかちょっとカエルの卵みたいです。こんな感じになってきました。またしばらく放置します。さて、だんだん膨れてきましたね。はい、こんな風になりましたです。綺麗ですね。香りは、香料が入っているからですね。とりあえずこれで一旦終了したいと思います。香るビーズを作ろう。こんなに膨れました。じゃーん。膨れました。さらに放置すると溢れてきちゃいました。